おはようございます。ということで今日は引っ越し当日です。はい。靴下の裏きったな、汚い、ほこりまみれ。今日ね、もうあとちょっとで、あと1時間くらいで荷物を取りに来てくれるんですけど、うん、それまでのね、最終準備をしようと思います。今から、はい、いやー終わりだこの家もね。お別れ、ちょっと寂しいね。ね、ちょっと寂しい。昨日の夜とかもさ、なんか疲れててぐっすり寝ちゃってさ、うん、浸れなかった。浸れなかったね。うん、約ね、この家に2年半ぐらい住んだんですけど、うん、この家とお別れしようと思います。はい。あれだね、やっぱさ、うん、買うの荷物の方が断然に良かったね。なんかね、91ぐらいで自分自身のさ、荷物結構自分でやったじゃん、うん、すぐ終わったよね、僕、うん、もう1時間かかってないよ多分かかってない。一方かほ4時間ぐらいいっぱい捨てたじゃん、うん、次の家はね、もう気をつける、うん、気をつけよ、うん、増やしすぎないよ。生まれて初めて気をつけるじゃあ最後の片付けしよっか。うん、よし。パンダ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 。じゃあどうする、どうする、何やるか。あ、タオル詰めなきゃね、まず。え、タオルも入んないよ。あ、入んないか。じゃあそれは持ってこう。じゃあドライヤーとアイロンね、今朝使ったやつ。ここでいいかなで、ここしか空いてないんだけどね。はい、詰めてと。梱包梱包ったこれさ、下のガムテープ貼ってんの？知らね。貼ってないんじゃない？持ち上げてごらん。貼ってないんだ。僕じゃないよ。貼ってない。やだやだ、やばいやばい、底抜け太郎だ。これは持っていくの？まあ、実家から、昔からの中だ。何歳ぐらいから？でも記憶にない だって幼稚園バッグとかかけそうだもんね、うん、思い出の品なんだね。そう、まあルーツと言っても過言ではないこれここから生まれたの。ここから生まれたんだ。ポイ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 って。じゃあ洗面台も片付けるか。うまい具合になんかやっといて。まあもう詰めろ詰めて。まれコンタクトも入れて。メガネ、あ、メガネケース出てこなかったぞ。あ、片付けちゃった。うちらさ、ずっとすれ違ったよね、すれ違ってる。なんかさ、うん、あ、あれやっといたよ、そろ。お、使うのにそう、10個ぐらいあったもん、ね、10回ぐらいあったもん。やばいぞ、カホ壊した、カホが。違うよ、ああ。ねえ、壊した。ダメだ、もうおお、調味料棚なくなっちゃったよ。まだから見せるけど、これこれで完成って言ってたからね、うちら出てる。まあいいや、なんとかしよう、なんとかしよう。何休憩してんのいきなり。あ、無理まあでもやりきったかな。いや、終わったね。なに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 、もう眠たいよカオ今日超眠そうだよ。ちなみに来た、キーって言ったけどね。やばいやばい、始まる。はい、終わりました。すごい速さで1時間ぐらいで全部荷物を持っててくれました。ほら、こんな感じで骨何にもない。骨抜けの殻、本当に。そして埃がすごくて引いた。いやー、声響くようになっちゃって。声響く、ね、こっちの部屋もさようなら。狭いね、この部屋ね。もうちょっといい部屋にできたんだろうなってすごい思うね。後悔するね。ね。あ、終わりだ、終わりだね。じゃあ、あっちの家行きたいと思います。はい。サボるな、疲れた。ということで引っ越しが無事完了しましたはい、二時をしよう、二時を。もう寝っ転がんないで。でもさ、でもさ、でもさ、うん、しまう場所が一つもないよ今。それも考えるの？
やるか。うん、新しい家に着きました。あーもうやりたくねえ。やっぱさ、引っ越しってさ、すごいね。きついね。一大行事だね、うん、普段の日常じゃなくて楽しいね。もうなんか楽しくてしょうがない。いろんな人が来るしね。ね、そういろんなおじさん、いろんなお兄さん来るからさ。そうそうそう。じゃあこれから二時をします。はーい、大変だこりゃ。まずはバターおしまい。イギリスセンターなバター。大丈夫？逆か、冷蔵庫買った方がいいよね、普通に。うわっ、ひっくり腰になっちゃう。でもさ、引っ越しでさ、カオの力のなさがさ、結構さ、あらわになったよね。力が減ったんだよ。前はあったってこと。いつの時代あったの？高校生。もう何年前だよ、高校生。6年前だろ。あれ見て、チーズだ。なんで？で、さ、なんかめくれちゃった。指の皮。じゃあレモン染み込ませれば。なんでよ。出てきたからだよ。おーし、マンボウ。え、すごい、早い。漬けしていいじゃん。ダメだよ、まだ一箱しか終わってない。じゃあ、この下の先生やろうか。引っ越しのお兄さんくらいを早く片付ける。うん。すごい。でもこれぐらい早いよ。それぐらい早かった。なんかさ、しまうときもそうだったけどさ、こういうの意外と奥の方がめっちゃ早いよね。顔意外と役に立たねえみたい。一個の箱開けてる途中でさ、ね、全部中途半端になっちゃうよね。開けちゃうっていうかさ、なんか、じゃあこっちの箱やんなきゃって、なんか頭が変わっちゃうんだよ。そう、なんかさ、全部中途半端に終わらせんだよ。パフォさ、できないよね。できない。あ、鍋ここにあるから。いいから、僕がやるから、鍋を。全然片付きませんでした。うん。我が家にはまだ机がありません。でね、前回の引っ越しでうちら学んだんだよね、うん、お金を使いすぎる。そう、普段行かないちょっと遠いあのお店行こうみたいになっちゃうから、うん、今日はね、この半額のね、焼き鳥たちを買ってきましたので、1本50円ぐらい。あとね、なんかバリューパックみたいな。サラダ買ってきました。いただきます。レバー、血足りてなさそう。うん、うまっ。あらかとの段ボールは開けられて、蓋はね、うん、そう、蓋は開けて、うん、で、それっぽい場所に置くっていう作業ができて、あとカホがね、こまごまとしたなんか重要なことをやってくれて、で、その後ニトリってね、うん、なんかいろいろ買って、で、もう今だもんね、気づいたんだけど、引っ越しついでにダイエットできそうじゃないっていう、あ、そう感じでね、ヘルシーに抑えてます、うん、今実は。まあ、昼はマック食べたけど。引っ越したらガスの人が来て、うん、なんかしてくれるんだけど、なぜか知らないけどコンロが壊れてたらしく、右側のもうチチチチってやんないとこっちがつかないみたいな、左単体では使えない。左は使えないって、ね、あとお湯を出すとなんか外からめっちゃ爆音がするみたいな。うち肉状が来る。来ちゃうよね、うん、だってさ、うちらさ、これからお風呂入ったらさ、めっちゃうるさい音になっちゃう。そうそうそう。全部きれいにさ、したら早く見せたいね。見せたい。ルームツアーもやりたいし。そうね。あと買い物もね。そうね。IKEA に行こうと思ってて。そうそう。できたらとかにしたいなって、うん、そうね。この家最初のご飯これ。確かにそうだ。いいね。じゃあ最終日も焼き鳥にしよっか。ね、覚えてたら。ね、覚えてたら。明日、うん、前の家のね、片付けをして
お別れだね。じゃあご飯食べたら寝よっか。初夢何見るか。何見るか。初夢とかやって。ああ、最後だね。あと5分か。うん。よし。そっか。あ、寂しいね。寂しい。お世話になった。ね。最後のジャージできちゃった。別に、いつもジャージの方が高いと思ってたから。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。